めの残者鬼の凍らしても無駄をて髪一重らえてもらったも流されるトヨタミ徳川両軍前方にて交戦開始乱入し功をなすならば今この時しかありませぬ秀吉様あなた様を支援する許可をどうか私に黒金の雨よ降り注げ豊臣にあだなす罪を流し清めろはじめやがった太郎の夢は鬼の夢年齢が過ぎて朝が来たそんな話が好みだからよこの門だけは通さねえ家康やつには力が必要だったのだろうだからこそ豊臣として生き続けるべきだったのだなぜ人は裏切る？なぜ人は見限る？答えろ、長宗我部！あいつは力のその先を求めてた。こうなっちまったのもどうしようもねえ必然だ。急ぎ門を打ち破れ！攻撃の手を緩めるな！絆、それが最も強い力だと、わしは信じている。あなたを倒し、絆の力で世を滑るそれがわしの答えだ貴様を砕きに来たのだ望むところよ家康様こそ明日に光をもたらすお方よやるどもそこらの守備は任せたぜ心得ました我が左腕にて刃を借り民よ我に屈せよもっともっと束になってかかってきなこれ以上主の策を怪我させはせぬぞわしが暁丸を一番うまく使えるのだ俺が認めたあいつはよ大海原みてえに広すぎんのよ私が許可する家康は豊臣で息吹それのみだせなら姉様のように生まれたかったひらりのくるぶしの一つ兵卒らの涙が見えぬか拙者が敵方であればすでに尻尾を巻いておりますぞここは俺たちの港だきっちりならしとかねえとな心の傷すらなくせる奇跡そう、それこそが絆だ石田三成今のあんたにはうなずけねえ長宗我部元親貴様を断じて認可しないすまないがみんなもう少しだけ耐えてくれるかなせる限りに制します秀吉様この鋼鉄をも食い破り必ずやおそばにたどり着くと陣一つごときくれてやろう浄土の土産というやつよあんたはどっちの味方ってわけでもなさそうだ主の名に恥じぬよう振るうことこそ我らが務め
信じてるから。心の強度拳ごと砕いてやるわ。絆も情けも弱さなどではないんだ秀吉殿。この思いを及んで加勢だぞ。酒幕臆病風に挟まれたか家康。手を止めるな。少しでも家康様を援護するんだ。わらわを楽しませなさい。念のために言っておくけど、わらわが長政より強くてね。わしの絆に触れる覚悟があるということだ。誰よりもなどとは思わない。秀吉様に次ぐ強さがあればそれでいい。この柔肌を傷つけるの？みんなが怒り狂うわね。わしが無能なばかりに兵を死なせてしまった。お色直しの時間だ。門がバカだ。上京にするほどの絆。その目に焼き付けていきな足軽の誇りってやつをよ。わらわは罪深い。わかっているわ。みんなわらわを求めて争っているのだから。姉上をもうならせるような活躍に期待するぞ。おあなたはわらわに求められなかった。それだけ？私は甲斐秀吉様をお支えする屈強なる一兵卒だ。あんたの猿への思い、それが本物だってことだけはよく伝わってきやがる。豊臣め、貴様らも待つ。秀吉様！秀吉様！
だがよ、つけるべき蹴りがもう一つだ。全てに型をつけたなら、あの港に来いや。待ってるぜ。お色直しの時間だ。下を向くでない。勝ちが手からこぼれるぞ。信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。俺という名の者はいかがでしょうか。よく言えたものね。信じてるから。陣組を無駄にするな。使えるものは利用するぞ。お前が見せるのは力か絆か別の何か。拙者、己の未熟を思い知りましてござる。長政の兵でもちゃんと戦えるのね。あなた様の武勲にあやからせていただきたく。これじゃ俺たち負けようがないってもんだぜ。もはや素晴らしき兵糧の運びがいもありまする。やはりマリア様にとって長政様は特別なのだろうな。戦流れが良くねえからこそ槍の振るいがいがあるってもんだ。泣きどころ。わらわが骨抜きにしたから不甲斐ないの？それとも最初から？あるまいし。
戦ながらの報告ならいらないわ。俺に絵が描けりゃあの戦いぶりを世に残してえが。豊臣の傘の下、力を蓄えていたとでも言うのか。あの戦いをもっと近くで見ていたい。いい女はね、残酷なものなのよ。マリア様はさらにさらに。さあ、わらわを引き立てて。信じてるから。なんでわらわがこんなことしてるのかしら、長政。わらわが戦わなくてもいいんじゃないかしら。ほら、気持ちよかったでしょ。
どこまでも突き従う所存。あとは何をすればいいのかしら。いい加減疲れちゃった。成功でもいいな、奇策もいいな、どうすればよいのだ。拙者も負けてはおられませぬ。笑ってあげる。立つのだ。戦はまだ終わってはおらぬ。この美人さんは敵なのか？え？本当に？絆の世を作るために必要なことだったからだ。絆の世だと？そのようなものを訪れはしない。秀吉様を失った時点でこの世は終わりを迎えたのだ。答えろ家康。秀吉様は最後に何とおっしゃった？それをお前に告げるつもりはない。わしが抱え背負っていくと決めたんだ。家康様が手を伸ばすな、我らは足となろう。許せない、このような敗北。一歩たりとも引きはしない。背に負うものがある限り。ただその力で皆の涙を拭ってやってくれ。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけど、やっぱりやめた。だってあなたじゃ満足できないもの。